最初人差し指を6弦の1フレットのファに押さえて、中指が2弦の3弦の2フレットを押さえます。そして、薬指を4弦の3フレットに押さえて、右手親指6弦、人差し指4弦、中指3弦でとやります。でもう一個は、僕がやってるのはもっと簡単にして、人差し指が6弦の1、中指が3弦の2、親指を6弦、人差し指を3弦で、左手をハンマリング叩きます。そしてまた弾きます。叩く、人差し指が2弦の1だけで、右手が6弦、3弦、2弦こういきます。こういきますね。そしてB フラットメジャー7というコードをちょっとイメージしてほしいんですけど、人差し指がまず5弦の1フレットが寝かせます。薬指4弦の3フレット、中指3弦の2フレット、小指2弦の3フレットです。そしてここまで全部使わないけど、ここの形のイメージで、で、まず薬指を4弦の3フレット、中指3弦の2フレットで、右手が5 4弦3弦を親指、人差し指、中指で5ミリ簡単にします。で、小指で3弦の3フレットをハンマリング、同じ叩く。で、今度は左手が6弦の1フレットになっただけ、このまま上げただけです。で、さらに人差し指離して、右で6、4、3と弾きます。で、1弦と4弦だけを右手弾いて、人差し指開放叩いて、叩く、弾く、2弦の1フレット5、右手5、3、2だけを5フィリ、親指、人差し指、中指で弾きます。 D マイナーから叩く、そして3弦の開放で、また B フラットのあの形に戻るんですけど、で弾いた後、これは同じ弾き方です。そして人差し指4弦の右で人差し指です。で、薬指もしくは中指で1弦。